こんばんは。今日はハロウィーン。ハッピーハロウィーン。何もハロウィーンらしいことを何もしないハロウィーン。でも X 見たらさ、私も一応ハロウィンだから投稿しよう、もう今日しかこれあげれないんだと思ってハロウィンの写真載せたんですけど、いろんな方がハロウィンの写真載せてるから X を開いてようやくハロウィンを感じた。ハッピーハロウィーン。あ、カズタカさんがなんだっけこれ、かぼちゃ。大輝くんがくまちゃん、ありがとう。ちょっとハロウィンはカフェイベントで楽しんだのでよかった。本当に少しでも感じれるって幸せ。ちょっと今年はクリスマスを全力で楽しもうと思います。でもクリスマス当日はファンの皆さんと会えないので、クリスマス当日はツイキャスやりたいと思います。ツイキャスでクリスマス配信をしたいと思いますので、ちょっと近々、24と25どっちがいいんだろう、みんな的に。24か25にツイキャス配信しようと思うんですけど、クリスマスのどっちがいいんだろう。どっちの方がクリスマスを感じる ?24 かな、やっぱ。時間は夜ですね。でも何時でも私は2日間予定ないので24かな。24の夜。まあでもファンのみんな見れるの、なんか夜遅めの方が見れそうだから、夜遅めにやりたいね。1ヶ月以上後ですけど1ヶ月以上後のことをもう決めてます。あ、12月21と22皆さんに予定開けておいてくださいって言ったんですけど、 DH いいって、 DH に自分のことやってもいいって聞いてもらったらいいよって、いいんやと思って優しかった。絶対ダメかと思った、なんか一応みたいな。いいってさ、これで気兼ねなくファンのみんなとクリスマスを楽しめます。ちょっと21、22の土日でクリスマスを楽しみたいと思います。楽しみましょう。なんか AKB ってクリスマスソングいっぱいあるけどさ、ある AKB 以外でクリスマスソングって。テテンテテンテテンテンテテンテテンテンテンテテンテンテテン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 。これ誰さんの歌だっけ。テテテテテテンテンテテンテテンテンテンテテンテンテテン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 。何が一番クリスマス感って今日ハロウィン当日だって言ってんのにさ、
今日ハロウィン当日だって言ってんのにもうクリスマスのことを考えてる。何かな、クリスマス感じるとしたら、あーこれかな、やっぱクリスマスが今年もやってきた、楽しいね、ティリリティティティリリリリリだ、ケンタッキーしないって、これかも。あとこれも、でも世界中の誰よりきっとティリリ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 リって、これもクリスマスじゃない、私の中でイメージクリスマス。 AKB で最後のハロウィンだったわ。そして AKB で最後のクリスマスです。わお、最後が増えてきたぜ。 AKB で最後の誕生日ももう終わったし、あと残すは AKB で最初で最後の、最初ではない、最後の大晦日とお正月か。あと AKB で最後のバレンタインもあるっちゃある。うでも AKB ってクリスマスソングめっちゃ多いよね。ようやくしたクリスマスとかさ、あとなんだっけ、世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとうだ、メリメリクリスマスさん、てんてんてん。確かに一番なんかクリスマスパーティーしてるみたいに可愛い曲ですよね。クリスマスがいっぱいって、私も好き。あと予約したクリスマスも好き。なんかクリスマスケーキ予約したくなる、予約したクリスマス聞くと。あるよね。とっておきのクリスマスもいい。え、なんだっけ、とっておきのクリスマスってどんな歌？分からんかも。私知らないかも、とっておきのクリスマス。分からんかな。え、歌ったことないかな、なさそう。でもなんか AKB でクリスマス間近にさ、なんかステージとか劇場公演とかで歌うとしたら結構クリスマスがいっぱいだった気がする。だからクリスマスがいっぱいめっちゃ踊れる。クリスマスさえない、あなたに会いたい、メリメリクリスマス、ホーディーが特別ないっぱい。あ、あれか、
リクアワにもランクインした曲って2位だったやつもしかして、めっちゃ練習したのに思い出せない。フルでやったやつ全員で。最近。あれあれじゃない？違うかな。違うにしても、そうだとしても全く思い出せないな。めちゃくちゃみんなで一番練習したのに、あのリクアワ、大きい会場でやったリクアワで2位だった楽曲、難しかったなあれ。フル、まだ22時なんて、22時台なんて、渋谷とかはハロウィンで盛り上がってるんかな。あ、ゆうぞうさんがくまちゃんくれた、ありがとう。ハロウィンくまちゃん、ハロウィンくまちゃんね、え、やけどしたんですけど、見て、とんでもなくぷっくりなった。ぷっくりちゃん。なんか、今月さ、すごいなんか、手の負傷多い。これとかでも人間ってあんなに皮膚全部ビューって横に行ったのに、すごい治癒力ってすごいわ。なんか手最近なんかあれだよね、私昨日うどん茹でてて、うどん茹でた鍋をシンクでザルにうどん移そうとしたら、ジュワーンって言って、ギャーって、ゲーゲー、うどんがひっくり返ってしまったってなりました。私のうどんが10分も待ったのにって悔しい。私うどん10分も待ってたのに、キッチンでちゃんとってなりながら、でも痛いみたいな、痛い。ただね、あの鍋の取っ手って熱いじゃないですか。だから手袋してたの。手袋、あのキッチン用のやつあるから、それでちゃんとやってたから、マジでこれだけで済んだんですけど、そのキッチン用の手袋みたいなやつ結構びしょびしょになってて、え、怖みたいな、これ手袋してなかったら手めっちゃやけどしてたわみたいな。あ、そう、鍋つかみ危なかったです。よかった、ちゃんと手袋してて。びしょびしょになってた。1049日、ありがとうございます。
今日洋服買ってきました。かわいい洋服。あ、ブー君がタワーくれた、ありがとう。嬉しい、このハロウィンの時に。ハロウィン、じゃーん、ありがとうブー君、ハッピーハロウィン。じゃんじゃーん、ありがとう。今日のハロウィンの仮装は、お家でゴロゴロしてる女の子の仮装。ありがとう。配信してるからゴロゴロはしてないので、ゴロゴロしてる女の子の仮装です。そう、地味ハロ、今年は地味にハロウィンしようと思って、ヨギボーでくつろいでるこの仮装。ヨギボーが必要なんで、その場合なんか今日さ、古着屋さん、なんか新宿で初めてお買い物して、こんな大人になってから。なんか洋服って結構原宿みたいなイメージあって、原宿のラフォーレとかでとりあえず探してみたいな感覚だったんだけど、今日新宿のさルミネに行ったらめっちゃおしゃれで、どこのお店もめちゃくちゃおしゃれで、めちゃくちゃ個性的で、でちょっとお高いなって思ったんですけど、でもめっちゃ良かった、どれも。もうこれから服は新宿だわ。新宿の洋服お強い。めっちゃ可愛かった。新宿ルミネ2に入ってる洋服どこも可愛くて最強ってなりました。なんか、そう、個性的な洋服めっちゃ多かったんだよね。めっちゃ可愛かった、どれも。おニューの洋服久しぶりに買いました。ただちょっと一個一個がちゃんとお値段したから、めっちゃ欲しかったけど、ちゃんと考えながら買った。なんか古着屋さんみたいなのがあってさ、なんかジャケットっぽい感じ、ジャケットシャツみたいなテンションにラルフローレンのどでかいマークがドーンって載ってんのがあって、それめっちゃ可愛いと思って、めっちゃ可愛いと思ったんだけど、なんかなんか普段着ない服すぎて新宿マジックなのかなと思ってビビって買うのやめちゃった。ママになんかめっちゃ珍しいの選ぶねって言われたんだけど、すごいなんか春からしくない個性的な服選ぶねみたいな。でもなんか新宿マジックでさ、そういう服にも挑戦したくなる。あれ買いたいって思ったけど、さすがになんかさすがにちょっとなんか挑戦すんのチキンになってやんなかったんだけど、なんかケチャップあるじゃん、ケチャップ、あのおしゃれなケチャップ、英語で書いてある、それのバッグ、もうケチャップがあのショルダーみたいな感じになってる、ちっちゃめのもうまんまケチャップの形のバッグがあって、え、かわいい、買っちゃおうかなってなったんだけど、それにさ黄色いニットとかさ、なんか白のニットとか可愛い。
デルモンテ、あ、そう、多分そう、海外の。え、赤2パターン、2種類あって、赤のケチャップ、もうモロケチャップのやつと、ま、ケチャップなんだけどゴールドのやつ。え、めっちゃ可愛いと思ったんだけどチキンしちゃったんだよね。どう？ショルダーデルモンテで来たらケチャップヤッホーって言って、これバックケチャップ、そういう挑戦をしたくなる新宿だった。でもマジ一個一個全部可愛かったな。コミちゃん柄物の洋服とか持ってる？柄物持ってないかも。あんま柄物着なくて。今日はね、あそこの洋服を初めて買いました、自分で。 FURFUR フルフル、FUR てか、ここで、ここだったかも。ここの洋服買った、可愛かった。ここにケチャップもあったのかも。ということで、ここ掃除って可愛いね。でもここのポイントカードを今日結構買ったので3着しか買ってないんだけど、一個一個のお値段がちゃんとしたので、おお、これはポイントカード作りませんかって言われたから作ろうかと思って、あれしたら、あの、なんか継続点がスナイデルとかリリーブラウンとか、あのウサギオンライン系とスナイデルホームとかだったから、ああ私ここ好きだわってなった。リリー・ブラウンも好きだしスナイデルも好きだしってなって、今日こんな可愛いんだってなったので、好きなブランド一つ増えた。着るの楽しみ。なんか握手会ないからさ、もう洋服みんなの前で私服をお披露目する場ないなと思ったんですけど、あれがあるね、私ミッドナイトケイリンがあるね。ミッドナイトケイリンがあったわと思って、わでもね、卒業後なんかツーショット写メ会とかもやれたらやりたいなと思うので、そういう時にね聞きたいな。ということで、皆様ハッピーハロウィンでした。インスタ投稿したので見てね。ちょっとお姉ちゃんとの YouTube を今編集してるんですけど、マジ喋りすぎてえぐ長くて、なんかどう頑張っても30分以上の動画になりそうで、なりそうでとか絶対30分以上の動画になるんですけど、なんかパート1パート2にするためのあれは撮ってなくて、マジでただのブチ切りみたいな感じになっちゃうから、もうこれ30分動画そのまま載せるしかないなっていう、とかちょっと今編集頑張ってます。喋りすぎた2人で、しかも結局テロップ全部やってるし、なんか今までずっとテロップやってたからさ、テロップないでただ喋ってるのがなんかすごい平坦に見えて、シンプルな感じに見えて、入れ始めたら思いのほか長くてちょっとビビってます。ということで、皆様配信見てくださりありがとうございました。明日、もう今日で10月最後、10月お世話になりました。11月もよろしくお願いします。